くちゃ愛してる。大阪生野区にある小児科では朝から多くの子どもが診察に訪れていました。こちらの3歳の男の子は昨日保育園で発熱、38度を超える熱が続いているといいます。熱冷ましまして、でなんとかご飯を食べて、保育所がね、今アデノウイルスと溶連菌が結構出てるって聞いてます。心配やな。診察の結果、アデノウイルスは、ね、一応プール熱っていうやつになるので、はい、熱が、下がって2日間まだ幼稚園系の保育園系なんです。でもとりあえず薬飲んでゆっくりさせとくっていう感じです。安静、ね、両方仕事しているんで、ちょっとお休みね、お互い調整しながら、先生も安静にっていうことで言ってるんで、1週間ぐらいお薬飲んで頑張れるか、できる人私が多分医者小児科医になって以降こんなに多いのは初めてかぐらい多いです。保育園とか幼稚園単位で、流行があるという印象だったんですけれども、それも一気に崩れて、今はもうアデノウイルスがいっぱい出るという感じです。アデノウイルスによる感染症、プール熱。子どもを中心に高熱や喉の痛み、結膜炎などの症状を起こします。プールで接触をしている中でうつることが多いのでプール熱と呼ばれていますが、咳やくしゃみなどの飛沫やタオルの共用などでも感染します。国立感染症研究所によりますと、今月17日までの1週間に全国およそ3000の小児科の医療機関で報告された患者の数は5週連続で増加し4539人に、1医療機関あたりでは 1.45 人と過去10年間で最多。都道府県別で見ると福岡県で 4.65 人、大阪府で 4.09 人と警報レベルとされる 3.0 人を超えています。病気の子を預かるこちらの病児保育施設では、開設以来最も利用者が多くなっているといいます。毎日ちょっとお問い合わせいただいて、ご予約をお待ちいただいてキャンセル待ちだったりとか、お断りしてしまう時もあるような状況です。感染症の種類によっては部屋を別にする必要があり、保育士の確保も難しい中、できるだけ多くの子どもを受け入れられるよう調整しているといいます。施設に預けに来た保護者は、働いてるので子供を一人にできないっていうところでも本当に助かってて、あの子はもう生まれてからも保育園預けると同時にここにお願いしてるので、もうなんか第三の家みたいに。私たちもどんな勢いで子どもたちが来続けるのかっていうのはちょっと予測できないなっていう、お子さんの症状を回復に向かうまでしっかり一緒にお母さんたちと見守っていけたらいいなというふうに思ってます。